悪魔はこの先にいるみたいだよ。どこに敵が潜んでいるかわからないから慎重に進んでね。今度のエッグマンは何かいつもと違う、そんな気がするんだ。これを相手にどれだけ楽しませる。降りてきて刺してやるならすぐに終わらせてやるぜ。ヘラクルチオ様が苦しむ様、ここからゆっくりと眺めさせてもらおう。面白かったぜ。次はもっといいおもちゃを持ってくるんだな。走る地面がない宇宙なんて、まっぴらごめんだぜ。やっぱり自由に走れるのが一番だな。閉じ込めてくれたエッグマンには後でたっぷり礼をしてやらないとな。俺は女性部に捕まっていたのか。だげ、俺も大概だけど、デスエッグしぶとく復活しやがるよな。逃げろよエッグマン。
こんなところ速攻で脱出してやるぜ。さてどうするかな。宇宙を泳いでいくわけにもいかないし、そうシャドルをいただくとするか。これを運んだ時のやつがあるはずだ。宇宙船クルーズでご帰還ってのも悪くないよね。まだ物騒なもんを撃ってきやがったぜ。ま、当たんなきゃ意味ないけどな。よいゴー。